ワルチング・マチルダは、オーストラリアの歌。非公式の国歌と、表現されるほど同国を代表する曲として、世界的に広く知られている。1895年に、ウィントンのキャトルステーション、ダグワースステーションに滞在していたジャーナリストの、バンジョー・パターソンが、婚約者の友人クリスティーナ・マクファーソンが、チターで奏でた、更新曲風の、ザウ。 ボニーウッド・オブ・クレイギリーというスコットランド音楽のメロディに歌詞を施したものである。パターソンによる原始は、同ステーションで起きた労働闘争に関するいくつかの事件に基づき、政治的なメッセージが含まれているとされる。また、サビの歌詞はクリスティーナへの思いが込められているという研究がある。この曲の発表後、パターソンはクリスティーナとの浮気発覚により婚約を解消され、 現地を去った。サラはショックで生涯独身を貫いた。その経緯からパターソンは曲や当時の出来事を語ることはなかった。この逸話は1971年にクリスティーナの手書き原稿が発見されたことで明らかになった。完成後の初披露は1895年4月6日、ノース・グレゴリーホテルが定説であり、 ワルチング・マチルダ・センターの提案で2012年から4月6日が記念日に制定されたが、その後の研究で、異論も紛失している。1902年に、死の権利を紅茶会社、ビリー・ティーに譲渡。1903年から、ビリー・ティーのコマーシャルソングに使用されるようになり、この際にビリー・ティーの所有者の妻マリー・コーワンにより、死、曲ともに書き改められた。 現在広く知られているのはこの公案のバージョンである。歌詞に焚き火感を意味するビリーでお湯を沸かす描写があるのはそのためである。最初の録音は1926年にイングランド出身で元豪兵の手の証ジョン・コリンソンによりロンドンで行われた。1938年に英国のトーマス・ウッドがオーケストラ編曲バリトン歌手のピーター・ドーソンによりヒットした。 これ以降、警戒ながらも重厚な編曲が主流となる。第二次世界大戦に入り、多数の録音が行われた。また、米海兵隊第一次第が更新曲として採用した。戦後は、バール・アイブス、ウィリアム・クローソン、ハリー・ベラ・フォンテ、ジョシュ・ホワイト、ナンアノ・マレ・アンド・ミランダなど豪州以外のフォーク歌手によるカバーが相次いだ。また、 1956年メルボルンオリンピックに合わせてオーケストラ演奏の派手な音源が複数作成された。年老いたスワックマン貧しい放浪者が羊泥棒を働いて追い詰められて沼に飛び込んで自殺するというストーリーの歌である。ワルチングはあてもなくさまよい歩くという意味でマチルダは寝袋かその他の寝具が束になったものである。 身寄りのない一人の貧しい放浪者が、毛布だけで、オーストラリア大陸を彷徨うという設定である。歌詞についてはいろいろバリエーションがあるが、その一つの単位は、以下の通り。ある日、陽気なスワックマンが、ビラボンのそばにの宿くしていると、羊が水を飲みにやってきた。どこかの農場主の羊であるに違いないが、あまりにも飢えていた。彼は捕まえて食べた。残りの肉はずが袋に入れて、 歌った。フールカムエー・ウォルシング、マティルダ・ウィズミー、誰か、俺と一緒にマチルダ・ワルツする奴はいないか。やがて、三人の警官がやってきた。お前のその袋の中に、盗んだ羊があるだろう捕まれば、縛り首になることがわかっていた。彼は、ユール・ネバー・テイクマ・ーライブ、お前らなんかに、おめおめ生きて捕まるもんかと言って、沼へと飛び込んだ。今でもその沼のそばを通れば、 幽霊の歌声が聞こえるらしい。誰か俺と一緒に放浪する奴はいないか。とマチルダはオーストラリアの大湯となり、例えばサッカーオーストラリア女子代表はマチルダズと名乗っている。オーストラリアの国歌であるアドバンスオーストラリアフェアと共に愛国的な歌として認識されてきた。1976年モントリオールオリンピックで演奏され、 また、ニュージーランドのラグビーチーム、オールブラックスのオールブラックス墓に対応して、ラグビーユニオンの成果とされ、またオージーフットボールの決勝戦で、毎年、アドバンスオーストラリアフェアと共に演奏される。公式な認定はないが、多くの機会に歌われる。アメリカ合衆国で言うゴッドブレスアメリカにあたる、位置づけの歌として定着している。ありがとうございます。